こんにちは、浜田剛です。浜田さん、ライト級世界統一王座チャンピオンデビン・ヘイニー対挑戦者ワシル・ロマチェンコの試合がありました。チャンピオン・ヘイニーが3対0の判定で王座防衛しました。感想を聞かせてください。まあ,あ、結果3対0ではありますけど、難しい採点だったというふうに思います。 えまずスタート、ローマチェンコが少しずつ距離を詰めようとするわけですけどやっぱりチャンピオンヘイニーの左ジャブが長いそして、ストレートが右ストレートが長いということがあるんでローマチェンコからするといつもよりも距離が長い、まあ、それでヘイニーのパンチをことごとく外してはいるけど、まあ、今まで通り外したら打つということよりも外したところで 距離がが長いいんでなななかなか手が出ないと、えー。それで、えー、強引に、えー、距離を詰めて打ちに行った時にやっぱりヘニーもおースピードがあるんでずいぶん頭の振りが速いんですねそれで、えー、最初の1発目外される2発目外されるということになると3シート打つんだけどおお慌て打ち手打ちになってしまうというパターンがあー少し続いたかなという感じがしました。 まあそれで中盤から後というのはだん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 距離も詰まってきて外したら撃つそしてヘイニーをロープに詰めては撃つというパターンが増えてきたので今までの感が戻ってきたかという感じはしました、まあ、ただ、まあ、現地の放送でもやっぱりロマチェンクが攻撃すると相当な歓声があると。 ということで、採、え、点、ー、に影響するんじゃないかというふうなコメントがあ,あったみたいです。まあ、実際に、うんまあ、ジャッジーも人間でしょうから、同じ一発に対しても声援の多い方に、えー、迷ってしまうというところはあ、まあ、確かにあると思います。まあ、今日も試合してる最中に ロマチェンコの表情を見ると、まああ、だん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 自分のペースに持っていって、それで自分はポイントを取ってるという確信があるのかなという感じはしました、ただ、しっかりとしたパンチ、強烈なパンチはそんなに入ってる感じはしない、でも打たれてはないと、まあ、これはヘイニーにも言えることだったでしょうから、ずいぶん、まあ、ポイントとすると、 ジャッジも割れるんじゃないかという内容が続きました。まあ中盤以降どっちかというと前半ヘイニーそして後半ローマチェンコかというふうに思った試合でしたけど結果は三対ゼロ。まあ割れるかと思ったんですけどその時の三人のジャッジはヘイニーを支持したということが言えました。浜田さんの採点ではどうだったんでしょうか。え私はですね。 まあ、後半、一つずつ取り戻して、そして追いついて、そして追い越したと、まあ、2ポイント、ロマチェンコ、勝ったかというふうに思いました。今後のロマチェンコには、どういった期待をされていますでしょうかまあそうですね、まあ、ロマチェンコもおお終わった後のインタビューで、採、ま、点、あ、に関しては何も言わないと。まあ、ほ本人なりの確信があ でそれで言い訳はしないということだったと思うんですけど、えー、あの表情を見ると納得いってないという感じはしましたまあ、ですからまたあロマン・チェンをこのままじゃ終わらないというまあ悔しさみたいのがあインタビューそして表情から見えたんで今後もう一回やらなければ納得がいかないという感じがあるんじゃないかと思います ライト級には前哨のジャーボン・テイ・デイビス、スティーブン・フルトンがいます。そしてロマチェンコにも戻ってきてもらいたいですね。まあ,あロマチェンコからするともう一回やったら確実に勝てるんだという確信は今日あったと思いますから、あまあライト級そうそうだろうメ,メンバーですけどまだまだあ今日の試合を見るとロマチェンコはあ生きた。 ああ、パンチきた、あ、動きができると、いうふうに、思った内容でした。ありがとうございました。ありがとうございました。